ここからは天気の情報そらいろ図鑑のコーナーです。東さんよろしくお願いします。はい、お願いします。ついに梅雨明けしたと見られると発表されましたね。はい、ようやくですね、うん、明けましておめでとうございます、はい、ということなんですけれども、うん、はい、改めまして今日7月19日四国地方は梅雨明けしたと見られると発表がありました、はい、平年よりですね2日遅い梅雨明けとなったんですけれども、うん、今年の梅雨はどんな梅雨だったのかちょっと振り返りたいなと思います、はい、平賀さん、うん、どんなイメージがありますか？そうですね、すごく暑かったイメージがありまして、はい、雨よりも暑さのイメージが強いんですが、はい、どうでしょう？そうですよね、うん、確かに猛暑のね、はい、梅雨のイメージだったと思いますが、うん、はい、どんな梅雨だったのでしょうか、はい、まずは日数ですね、うん、平年は42日なんですけれども、はい、今年は40日ということで、まあ、やや少なめという感じでした、はい、では降水量ですけれども、4地点で観測していましたが、宿毛は平年並み、まあ、やや少なめなんですかね。その他の3地点、うん、軒並み今年の方が降水量が多いんですね、はい、ということは、うん、今年の梅雨は雨の多い梅雨だったということだったんですね、うん、はい、はい、まあ、確かに猛暑が目立ちましたけれども、うん、降る時は本当にしっかりと降って大雨となったということで、うん、雨の量が多い梅雨だったんですけれども、はい、さて、梅雨明けしました、今外はどんな様子なのか見ていきましょう、はい、はい、現在の高知市の様子です、はい、梅雨明けとなったんですけれども、うん、青空ではなくまだどんよりと、ね、していますよね。厚い雲が、ね、広がってますよね、はい、そうなんです、うん、まあ、実はですね、夕方県内強くね、ざっと局地的に雨が降ったところがありまして、はい、この後はこの先はですね、夏の夕立に注意が必要となってきます、うん、気温も高いです。午後6時30分で30度、はい、暑いですね、はい、湿度も 82% ということでかなり蒸し暑いです、うん、さっきよさこいの練習などありましたけれども、はい、本当にこの時間でも熱中症に十分注意が必要と、そんな、もう夏と、ね、なってきました、はい、では週末の天気見ていきましょうか、うん、はい、こちらです。曇りか晴れかというような感じでしょうか。はい、梅雨明けしたんですけれども、うん、オレンジのマークは少なめ、そうですね、グレーのマークが目立っていますよね、はい、そして気温なんですけれども、うん、高いです。高いですね、はい、特に日曜日四万十市では37度ということで、体温よりももう気温の方が高いという、ね、それくらいの危険な暑さとなる予想となっています。では天気を、ね、詳しく時間ごとに見ていきましょう、はい、まずは土曜日の朝ですね。土曜日朝から曇り優勢となりそうです。昼過ぎになると、雲の厚みが増しまして、はい、夜にかけてもこの雲が、ね、残りそうなんですよね。うん、日付が変わりまして日曜日です。日曜日朝は日差しが届きそうですが、はい、また昼過ぎになると雲が顔を出してきます。そして夜までですね、うん、またどんよりとした今日のようなね、さっき見ていただいたような空模様となるかもしれません、はい、そして注意すべきことが発雷確率ですね、うん、気温が高くなる午後昼過ぎに、ね、高くなりまして、土曜日そして日曜日とですね、発雷確率が高く予想されています、はい、急な強い雨や落雷、竜巻などの激しい突風にですね、まあ、レジャーに行かれる方も多いと思いますので、はい、注意をしてね、川遊びなど本当に十分注意をしてほしいなというふうに思います、はい、おしまいに週間予報を見ていきましょう、うん、はい、気温が高いですね、高い日が続きそうですね、はい、明日熱中症警戒アラートが発表されていますので、はい、お出かけの際は本当に水分塩分しっかりと補給してください、うん、そして明後日しあさってと高知市34度がずらり猛暑日となる可能性も十分ありますので、うん、この時期の気温1年でかなり高い気温なんですけれども、それでも、この時期として10年に1度くらいの猛暑となる予想となっていますので、はい、うん、この危険な暑さに十分備えてください、はい、そして来週の後半なんですけど、はい、またちょっとね、青の雨のマークも出てきているんですが、はい、これ熱帯低気圧や台風の影響が出る可能性が出てきましたので、はい、こちらも梅雨明けして台風シーズンがやってくるということでですね、うん、まだまだ、ね、雨の危険も残っているということを忘れずに、はい、お過ごしくださいということで、週末のポイント、土日ともに大気が不安定です。午後は天気の急変に注意をしてください。また気温が高く各地35度前後、熱中症に十分注意をしてください。
以上、天気の情報でした。